From the bar train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more。はい、今日ケルシーです。臨床工学士として、私は働きつつですね、趣味で AI 解析などもやっているものです。で、今やりたいなと思っているのが、ビジネスインテリジェンスを、極めてですね、それによって、まあ、ちょっとデータ解析なんかにもつなげられたらなと思っております。で、 AI 解析をやる前に、データを解析する、エクスプラネタリーデータアイランが重要なんですが、その前にこのビジネスインテリジェンスというね、ビジネスのインサイトをですね、見つける能力っていうのはすごい重要だと思われます。で、その時にですね、病院の簿記の内容がすごい必要だと思われまして、今日はそれの第2弾ですね。前の動画ではまた別の簿記のやつが出てます。で、簿記の中でも貸借対照表、これはすごい重要でですね、こういったふうに、病院の総務省のデータでもこの病院の経営状況どうなのかなって見ることは自由にインターネットで見ることが今できます。で、これそれ見たときにですね、この貸借対照表の場合に、資産の部で流動資産がどれぐらいなのか、固定資産がどれぐらいなのかっていったところが、見ることができます。で、負債の部がどうなっているのか。で、正直なところを言いますと、やっぱり地元の、周りの、じゃあ自分が転職したい病院ってどうなってるのかなってすごい見ることは重要だと思いますね。特に中等レベルになるとですね、多分ある程度、技術っていうのを持ってて、そこに経営的知識を持ってると、病院の中の、一人の、サラリーマンと、コマですね、コマとして、どういったところに問題点があるのかっていう臨床化で働きつつ、そういった問題点を見ることができると思われます。負債がすごいことになっている病院とか結構多いですね。やっぱり公立病院とかだと、やっぱり苦しいのかなっていう、特に地方の方ですね、すごいことになってます。で、貸借対照表の中で、見るべきポイントを先に言うとですね、負債が合計どれくらいなのか、資産が合計どれくらいなのか、で、純資産が合計どれくらいなのかといったところですね。で、病院の、こういった、貸借対照表を見るとですね、もう負債しかないくて、この純資産のところ書かれてなかったりもしますね。で、大抵この現金による流動資産が多くてですね、固定資産っていうのはなかなかなかったりっていうのを結構見られます。で、知ったんですが、これ固定資産の中でソフトウェアも入ってるみたいですね。で、あとは、保証金だったり、保険積立金だったりする、そういったものも固定資産の中に入ってるみたいです。で、この保証金って何かっていうと、賃貸の場合ですね、これ、借り手には、現状回復義務があるんですが、保証金はその、現状回復費用などに用いられるほかですね、家賃を滞納した場合には、その補填にも使われる。で、あとは保険積立金ですね。これは、法人契約で加入した保険の支払い保険料のうち、満期になったときに相当する部分を処理するときには、この保険積立金っていうのも、この固定資産の方に入るみたいですね。で、その他の固定資産の合計っていうのは、これ、保証金とか僕なんでこれ言ってるかっていうと、自分たちが入ってる学会とかのですね、やっぱりこういった貸借対照表も、やっぱり見て、今こういう状況なんだなっていうのを、見ていくのも必要なのかなと思って、皆さんがもしコメディカルとして学会入ってたら、その学会の、こういった、値もですね、見てみると面白いと思われます。結構ね、働き方改革の影響出てるのかなってぐらい、人件費がかさんでたりね、したりしますね。で、私、マンションの理事長もやってますので、マンションの、修繕積立金の貸借対照表ってどうなってるのかなって見たんですけど、もうざっくりこんな感じですね。資産は預金で、マンション積立債権で合計がドバーンってあって、負債純資産が前払いでこれぐらいで合計でこれぐらいっていう風になってます。で、これマンションの、うちでいうと100棟以上あるんで、結構溜まってるなっていうのはあるんですが、びっくりしたのが、公立系の病院ですね、の、みたいな、うちのマンションよりお金ないのってぐらい、かなり厳しい状況になってますね。はい、というふうな4つぐらいあったんですね。要はこれ、一般会計負担金がとんでもない額だったんですけど、もうこれ超とか言ってましたね。で、こういった、補助金ですね、都道府県からの補助金だったり、国からの補助金だったり、いろんな補助金がやっぱり入る
たいですね、公立系病院というのは。剰余金ですね、剰余金の実態もすぐに貸借対照表から、すぐ見つけられます。で、会社の持つ資産を表す資産の部にこの剰余金の実態が潜んでいるので、仮に剰余金の合計が300であれば、資産の部500のうちに300が剰余金であるということになります。ただこの注意が必要ですね。資産というものはいろんな種類があるんですね。現金預金の他に棚卸資産だったり、建物だったり土地だったり、電話加入権だったり、このうちのどれかの合計の300が余剰金の実態なんで、じゃ例えばこれ、建物ですね、現金じゃなくて、剰余金の、ほとんどが、建物だった場合ですね、建物の一部が、建物のすべてが剰余金の実態だった場合ですね、基本、労働基準法24条では、労働協約等がある場合を除いてですね、原則として賃金の通貨で払うことが定められているみたいなので、なんで建物が余剰金のすべてを占めてきた場合ですね、社員さんにお金を払いたくても払えないといった状況になるわけですね。なんで剰余金は会社の安定や成長のため、あとはもし株式会社だったら株主に対する配当のために存在するものですね。例えばこれ剰余金が全くないような会社さんがコロナショックの影響を受けた場合ですね、特にそれが観光業とかだった場合、社長さんはこういう、収支決算報告書とかもこういったね、貸借対照表とか見て、頑張って社員さんたちにですね、給料を払うためにいろいろ策を練ってるわけですね。ただこれ剰余金がなかったらやっぱり、厳しいっていうのは想像がつきますし、日本国のその会社は内部保留が、内部留保が多いって言われてますが、やっぱりこういった余剰金をですね、しっかり貯めてきた、企業であればあるほど、なんとか社員さんの給料、まあ、かなりに頑張ってくれてるといったところですね。会社の社長さんってすごいですね。といったところで、今日はここまでにしたいと思うんですが、次回では、ビジネスインテリジェンスのですね、損益計画書のところを、説明していきたいと思います。今日は以上。